はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はね、9月15日で週の真ん中水曜日ですよね。まあ昨日はですね、右肩上がりのトレンドを私は感じましたので、バイで入るように、動画の方を撮らせていただいて、まあちょっとね、強めに、そういうふうなお話をしたと思います。ただ残念ながらね、そうではなかったですね。急落してしまいました。いや本当にね、お恥ずかしいことでございます。まあでもこういうのを繰り返してね、まあ4割の負けが来たなっていうところなんですよ。だいたい6割勝ちますんで、4割の昨日みたいな負けがあっても差額の2割で勝っていけますんでね。まあここから一つ学びを得ていかないといけないかなっていうところで、今日の動画を撮っていこうかと思います。はい、どこに敗因があったのか、こちらをどうぞ。今日は1時間足だけで話していきますね。まずはレジサポ転換がここで起きてきて、ドーンと下がっていきました。そしてここで改めてまた転換が起きて、右肩上がりのトレンドを安値切り上げ、高値切り上げで作っていったんではなかろうかなってことを、ここまででテクニカル判断して、でバイで入って、ここまでは順調にいきましたよね。でここなんですよ、やっぱ注意するべき点は、初心者の方はここから入ることって言ったのはそういうことなんですよ、ね、初心者の方はここで入れば最小限のリスクで済むでしょ。中級者の方はこの辺でエントリーしますから、実はね、利益が取れない可能性があるんですよ。まあでも、エグジットするポイント。中級者の方は、ここで、もしかしたら転換が起きるかもしれない、反転するかもしれないっていうので、半分利確とかね、ある程度の覚悟を持って見ることができると思うんですよ。で、多くの場合は、こちらに突き抜けて、まあ理想利益が取れていけるんですけどもね。まあ昨日の場合、中級者の方はロスカットに、かかった人が多かったんじゃないかなと思います。上級者の方はここによってもうエントリーしますから、ここのポイントまではね、利益が取れていけるんですけども、まあ予約をかけていた方とかゼロライン設定してない方はロスカットを食らったかもしれません。で、一つのポイントとしては、反転した時に上級者の方でもエントリーしたあたりでね、レジサポ転換をさらに考えて、ここからセルに入って逆に取り戻すってことができると思うんですよ。その場合は下に引いたこのゾーンがものすごく生きてくるんですよね。なぜなら利確ポイントが見えてるからなんですよ。でまさにそこで止まってるでしょ。でこういうふうにちゃんと振り返りができれば、今回のロスカットも無駄ではないですし、ロスカットを受けてすぐに取り戻すこともできるってことなんですよ。まあ今回はね、本当急落でしたね。ドカーンと落ちましたね。50ピップスぐらいが下の方に向かっていったんで、珍しいケースですけども、それだけにこの勢いに乗りやすかった。レジサポ転換を意識して、ここからね、セルに入り直すってことで取り戻した方多いんじゃないかなと思います。で、エグジットのポイントがこれほどはっきりしている急落っていうのはないですから、まあいいところで利確ができたんじゃないかなと思います。その痕跡がやっぱり多くの方が利確したから、ヒゲになってるわけですよ、ここに。というふうに振り返っていけば、今回の件っていうのは非常に、まあ、有力な教育教材になったと思います。で、こっからなんですけども、改めてバイの方に入るというふうに見てますので、水曜日、今日はですね、それを確認しながら進めていきましょう。まあ、こっからセルに向かうってことはなかなか考えにくいですよ。うん。まあ、今日は以上ですね。うん。ということでね、もし予測通りに行かずにロスカットを食らったら、その原因を探ることによって次につながりますし、今回みたいにロスカット食らった、じゃあセルで入り直そうっていうふうにして一気に取り戻すばかりか、逆にですね、利益を増幅することもできるわけなんですよ。まあ、このクイックレスポンスの力、これも FX には必要かなと思います。特に張り付いてる方系の方はね、張り付いてやってる方は、このクイックレスポンスの連続ですから、自分の仮説と違ったら、じゃあ反対側で行こうっていうふうに切り替えていくことによって、常に利益が取れる。そんな状態にあるのが、張り付いて稼ぐ人の FX ですね。まあ私はとても張り付き型じゃないんでね、エントリーして放置の方なんで、4対6で収まりますけどもね。張り付き型の方は、この4対6が少なくとも7対3に進んで、急に利益額が増えるんじゃないですか。まあ私たちは6対4で行きましょうね。ある程度放置してやらないと FX きついですからね。じゃあ本日は以上です。